カルメン、オペラ。カルメン、カルメンは、ジョルジュ・ビゼーが作曲したフランス語によるオペラである。オペラ、カルメンは、プロスペルメリメの小説、カルメンを元にしたもので、アンリ・メイヤックとリドビク・アレビがリブレットを作った。音楽、歌の間をセリフで繋いでいく、オペラコミック様式で書かれている。全4幕。1875年3月3日。 パリのオペライコールコミック座で初演されたが不評であった。しかしその後の客入りと評判は決して悪くなく、ビゼの元にはカルメンのウィーン公演とそのためにセリフをレチタティーボに改めたグランドオペラ版への改作が依頼された。この契約を受けたビゼだったが持病の慢性変答炎による体調不良から静養中の6月4日、心臓発作を起こして休止してしまう。 そこで友人である作曲家エルネスト・ギローが解作を担当してウィーン上演にこぎつけそれ以降フランスオペラの代表作として世界的な人気作品となリブレットはフランス語で書かれているが物語の舞台はスペインであるそのため日本では役名ホーゼイをスペイン語読みでホセと書き表すが実際はフランス語読みでジョゼと発音して歌われる音楽も カバネラやセギリリアなどスペインの民族音楽を取り入れて作曲されている。近年では音楽学者フリッツ・エーザーがビゼのオリジナルであるオペラコミック様式に復元するとして1964年に出版されたアルコア版による上演も行われる。現行の主要な版は原点版のほか、オペラコミック版、グランドオペラ版、メトロポリタン歌劇場版がある。 ギローバンはフランス語ネイティブ以外のキャストでもセリフに鉛がつくのを避けられることもあり、現在でも使用されている。日本でも浅草オペラの演目として上演されていたが、戦後は藤原歌劇団によって数多く上演され、二期会でも川崎静子が大きな当たり役とし、今日もなお日本国内で最もポピュラーなオペラとし、親しまれている。世界的にも一。 にを争う人気のオペラであり、特に親しみやすいメロディが豊富なことが特徴である。声楽抜きでオーケストラのみによる組曲も、コンサートや録音で頻繁に演奏れ、そうした点でも稀なオペラである。以降はバンによって増減される。フルートに、2本ともピッコロ持ち替え、オーボエに、2番はコーラングレ持ち替え、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、コルネットに、トロンボーン3、 ティンパニ、トライアングル、タンブリン、大太鼓、シンバル、小太鼓、ハープ、言語部、14型。約2時間40分、カットなしで、各55分、45分、40分、20分。セビリアのタバコ工場で、ジプシーの女工カルメンは喧嘩騒ぎを起こし、牢に送られることになった。しかしご僧を命じられたドンホセは、カルメンに誘惑されて、 彼女を逃がす。パスティアの酒場で落ち合おうと言い残してカルメンは去る。カルメンの色化に迷ったドンホセは、婚約者、ミカエラを振り切ってカルメンと会うが、上司とのさかいのため密輸をするジプシーの群れに身を投じる。しかし、その時すでにカルメンの心は、闘牛士エスカミーリョに移っていた。冒頭で、ジプシーの女たちがカードで占いをする。カルメンが占いをすると、 不吉な占いが出て、結末を暗示する。密湯の見張りをするドンホセを、婚約者、ミカエラが説得しに来る。闘牛士エスカミーリョもやってきて、ドンホセと決闘になる。騒ぎが収まった後、思い直すように進めるミカエラを無視するドンホセに、ミカエラは切ない気持ちを一人独白する。カルメンの心を繋ぎ止めようとするドンホセだが、カルメンの心は、完全に離れていた。 ミカエラから母の帰得を聞き、ドンホセはカルメンに心を残しつつ、盗賊団を去る。闘牛場の前に、エスカミーリョとその恋人になっているカルメンが現れる。エスカミーリョが闘牛場に入った後、一人でいる、カルメンの前に、ドンホセが現れ、復縁を迫る。復縁しなければ殺すと脅すドンホセに対して、カルメンはそれならば殺すがいいと言い放ち、 逆上したドンホセがカルメンを刺し殺す。など。第一幕への前奏曲が独立した還元楽曲として演奏される機会が多いほか、それを含む前奏曲、感奏曲、アリアなどを抜粋編曲した組曲や独奏曲も演奏される。一般的にカルメン組曲として知られているのは、議論の手による編曲で、集団者から刊行された。 また、オーストリアの音楽学者、フリッツ・ホフマンが、議論の補作をもとにほぼ同じ曲をして、ブライト・コプ・フーンとヘルテル社から刊行された、第一組曲と第二組曲である。ビゼー自身によるものでないこともあって、指揮者によっては、演奏順を変えたり、第一、第二組曲を一つの組曲として演奏したり、二つの組曲から適宜選曲して、 オリジナルの組曲を編むことも自由になわれている。入手しやすい CD で、上述の曲順通りに演奏しているものは、シャルル・デュトワ式、モントリオール交響楽団だけである。レナード・バーンスタイン式、ニューヨーク・フィルハーモニックの演奏は上述の全曲を収録しながら、第1組曲にて一部の曲順を入れ替えている。第1組曲を締めくくる、はずの、 東牛誌イコール大幕への前奏曲の前半部分を組曲の冒頭へ持ってきている。そのためバーンスタイン版の第一組曲はアルカラの隆気兵にて締めくくられる。旧ソビエト連邦の作曲家シチェドリンが1967年に編曲した13曲で構成されるバレエ組曲。大規模な弦楽オーケストラとラテンパーカッションなども含む大量の打楽器を使う。 呂色の編曲である楽器編成3章、ビゼーの他の作品、アルルの女のファランドールなどが挿入されているほか、アルカラの隆気兵が三拍子に変更されている、闘牛士の歌のサビがなかなか出てこないなど様々な仕掛けがなされている。曲の始まり、助走は弦楽器の PP の持続音の上にチューブラーベルズ、チャイムが ハバネラの旋律の断片を暗示するというもので、編曲というよりは、ビゼーのカルメンの素材を借りたシチェドリンの創作に近い。この印象的な助走は、組曲の最後にも登場し、曲全体は、チューブラーベルズの余韻と、弦楽器の PPP による、変異蝶々の和音で終わる。1967年にカルメンをモチーフにしたバレエが上演されることになり、 主演のプリマドンナだったマイア・プリセツカヤは、最初ショスタコービチに、ついでハチャトリアンに編曲を依頼したが、両者とも、ビゼイのたたりが怖いという理由で断り、仕方なくプリセツカヤの夫であったシチェドリンが、編曲することになった。肝心のバレエの初演は、ブレジネフラの横やりもあって、大失敗したが、後に、国外で評価されるようになった。 シチェドリン版と原曲とでは名前に差異がある。英語がシチェドリン版での曲名で、日本語が原曲の該当する部分である。モートン・グールドが全曲から20曲の名戦率を取り出し、自身による編曲を施した演奏時間50分弱の抜粋版を作っている。グールド版は組曲ではなく、オペラの短縮版と位置付けられており、声楽部分はコルネットとバリトーン。 バリトンホルンか国に割り当てられている。ホセセレブリエールが全曲から12の場面を選んで還元楽のために再構成した。カルメンの名戦律を使ったカルメン幻想曲と呼ばれる作品がいくつかある。また、ヨハン・シュトラウス二世の弟、エデュアルト・シュトラウス一世が名戦律を束ねたカドリールを作曲している。カルメンの上演が、 初めて成功したのは1879年のウィーンでの上演だとさており、その人気にあやかったものと言われている。他にピアニストのブラジーミル・ホロビッツがを作曲している。当初、ビゼーはメリメの原作に忠実な台本を望んだが、主人公が盗賊である、殺人によって劇が締めくくられる、などの内容がオペラコミックを上演する劇場にふさわしくないと、 劇場側からいなされ、やむなく、原作から大幅な改変がなされた。結果として、この改変が功を奏し、今日まで続く人気につながっていると見ることもできる。主な相違点は、以下の通りである。オスカー・ハマースタイン2世によるミュージカル。ビゼ税のオペラを元にしている。舞台を、第二次世界大戦中のアメリカ南部に、登場人物をすべて黒人に変え。 オーケストレーションをロバート・ラッセル・ベネットが変更し、曲順にも変更を加えたものである。この舞台をもとに1954年、映画、カルメン、現代、カルメン・ジョーンズが制作されている。月組公演。閉演は、タイムマップ。形式名は、ミュージカルプレイ。20番。公演期間は1971年2月27日から3月24日まで。 新人公演は同年3月13日。スタッフ。主な出演、本公演。主な出演、新人公演。公演期間は1971年10月9日から10月18日まで。主なスタッフに白井鉄三がいる。2008年10月、プラハで初演。スタッフ。出演。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。